アルペンアウトドアチャンネルです。皆さんこんにちは。アルペンアウトドア鈴木京都支店の古谷岩田です。レッド浜北です。今回は冬キャンプをテーマに必需品やおすすめアイテム8選をアルペンアウトドアーズのプロキャンパーがご紹介します。人が少ないですし、なんといっても虫が少ないです。岩田さん、虫苦手ですもんね。そうなんですよね。冬キャンプは空気が澄んでいて、とても夜空が綺麗に見えると思います。さすが、本日はありがとうございます。他にも焚き火が楽しめますし、温かい料理がとっても美味しいです。魅力がたくさんな冬キャンプをこれからご紹介するアイテムで、皆さん一緒に楽しみましょう。岩田さん、まずはテントですね。はい、テントはコットン生地が使われているテントがおすすめです。コットン生地は保温性が高く結露しにくいという特徴があります。冬キャンプで保温性は大事ですもんね。結露しにくいっていうのも重要なポイントなんですか？はい、冬は外気温とテント内の温度差が大きくなるので、雨が降ったかのようにびしょびしょになることがあります。さらにテント内の湿度が高いと水滴でテントの中までびしょびしょになることもあるんです。そうなんですね、はい、冬はやっぱりコットンのテントに限りますね。火にも強く焚き火もできますし、やっぱりコットンいいですね、うん、そしてそんなコットン生地配合のおすすめのテントがあるんです。ローベンスのチヌークウルサですね。このフロント部分を大きく開けた姿に圧巻で一目惚れしました。わかる、かっこいいですよね。しかもこちら8人用なのに設営が簡単なんです。ペグ止めをしてから真ん中にポールを立てるだけなので、冬の風の強い日でも設営ができます。冬キャンプは風が強くてテントが立てられないなんてこともよく聞くので、これなら安心して冬キャンプ楽しめそうですね。さらに煙突ポートが標準装備のため、薪ストーブがすぐに入れられるようになっています。おー、まさに冬キャンプ理想のファミリーテントですね。自分も欲しくなりました。はい、次はシュラフですが、冬は一番寝具が大切だとよく聞きます。どんな風にどこを目安に選んだらいいですか？はい、ポイントは3つ。温度帯、形状、素材で選びます。まずは温度帯です。実際の2020年の岩田記録ではこのような温度でした。はい、ということは11月だと快適温度が0度、1月や2月だと快適温度がマイナス5度のシュラフを選べば OK ということですね、はい、ただし標高が 100m 変化すると 0.6 度温度も変化します。つまり人気のキャンプ場ふもとっぱらだと標高 830m、5度も温度が下がるんです。なるほど、やっぱり行く場所や時期によってシュラフを選ぶ必要があるということですね、はい、やっぱり寒さの感じ方は人それぞれなので、寒がりな人はより暖かいシュラフを持っていくことをお勧めします。寝袋の形状はマミー型がおすすめです。マミー型は寝袋内の空気層が少ないので温まりやすいですし、冷気の侵入も防いでくれます。岩田さん、はい、なんかミイラみたいでインスタ映えしますね。はい、ミイラです。素材はやっぱりダウンの方が保温性も高くコンパクトに収納できるので、荷物が多くなる冬のキャンプには断然ダウン製のシュラフがおすすめです。おすすめのシュラフはやっぱりナンガです。以前の動画でも紹介しましたが、永久保証がついているのも魅力の一つです。しかもアルペンアウトドアーズ限定モデルがあるんです。めちゃくちゃお買い得なので、もし在庫があれば
即買いのアイテムです。さらに快適に寝るための岩田おすすめアイテムがあるんです。それがロゴスの湯たんぽとナンガのテントシューズです。キャンプでも湯たんぽって使うんですね。テントシューズっていつ使うんですか？テントシューズは名前の通りテントの中で履くシューズです。テントの寝室内では靴下だけなので足先が冷えてしまいます。冬は足がキンキンに冷えてしまうのでテントシューズあると便利ですね。湯たんぽも一緒に使うと体全体も温まりますので完璧です。一度使うと手放せなくなる岩田の冬キャン必須アイテムです。冬キャンプ経験者だからこそのワンポイントアイテムですね。岩田さん、実は石油ストーブがちょっと欲しいなと思ってるんです。はい、ランニングコストが安く使用方法が簡単で温度調節も楽という手軽さ、そして家でも使えて震災時にも役立つので買って無駄になることは絶対ないです。でも石油ストーブってちょっと怖いイメージがあるんですよね。使い方間違えると命に関わるって聞きました。そうですね、危険性があることも事実です。特に次の3つのことは十分に注意して自己責任で使用しましょう。1つ目は換気です。石油ストーブで特に気をつけないといけないのが一酸化炭素中毒です。一酸化炭素は無色透明で匂いもないので気づくことができないです。換気に必要以上に気をつけましょう。トヨトミのホームページやアラジンのストーブの説明書には1時間に1回1分から2分ほどの換気が必要と記載されております。ただしこれは家の中で使用することを想定されておりますので、もっと狭いテントの中で使用する場合はもっと頻繁に換気する必要があります。2つ目は燃えやすいものを近くに置かないことです。当たり前ですが触ると熱々なので火傷してしまいますし、テントの生地に触れてしまうと火事になる恐れもありますよね。3つ目はストーブを放置してはいけないです。特に就寝時につけたままにする、つけたままその場を離れるということは絶対にしないでください。わかりました。使用する際は説明書をよく読んで正しく使用しましょう。コスパ抜群でおしゃれな豊富のレインボーストーブ、昔ながらの伝統的な人気を誇るアラジンのブルーフレームヒーター、遠赤外線で周りまで暖かいスノーピークのグローストーブなど人気のストーブがたくさんあります。ぜひ店頭にてご相談ください。さらにストーブと合わせて購入したいのがファンです。冬に扇風機が必要なんですか？そうなんです。なぜなら暖かい空気は上に行きます。なるほど、暖かい空気をテント内で循環させるということですね。そういえばアルペンアウトドアーズで大人気のクレイモアファン、数年販売することが決定しましたよね。はい、ストーブの上に置いて熱で発電して動き出すエコファンなんてものもあります。すぐに暖かくしたい人におすすめです。それと気になったのですが、ガスのコンロを持っているんですが、ガスって寒冷地仕様でも0度以上からじゃないと使えなかったですよね。そうなんです。冬は火が安定しないことやつかないなんてこともよくあります。そこでおすすめはコールマンのガソリンタイプのコンロ、ガソリン2バーナーです。
ファミリーの方はもちろん、キャンプで料理を楽しみたい人は持っておくと便利なアイテムですね。もちろんソロキャンパーにはシングルバーナーのガソリンタイプもあるんです。使用方法やメンテナンス方法は以前の動画で紹介していましたね。ぜひチェックしてみてください。冬のおすすめアイテム、続いては人膜、シャムスのブラインドウォールです。人膜、戦国時代ですか？その通り。大将が身を隠すのと同じように今ではプライバシーの確保として使用している方が多いです。岩田さん、冬にプライバシーって関係あるんですか？人膜には他の用途もあるんです。それは風防です。冬は風が強くて冷たいので風防があると非常に快適になります。人膜にはロゴスの焚き火で人膜っていう商品がありましたよね。焚き火を囲むことができるので焚き火をするにはぴったりのアイテムです。しかも熱を前方に集中させることができるので冬のソロキャンパーにはおすすめです。最後におすすめしたいのはチェアカバーと膝掛けです。キャンプってチェアの上にいる時間が一番長いですから、やっぱりチェア関連のアイテムは必要ですよね。今年新しく入荷したバンライフサプライのクッションは特におすすめです。膝掛けは岩田さんといえばやっぱりベンドルトンのブランケットですよね。この2つのアイテムさえあれば寒さ対策をしながらおしゃれキャンパーになれます。以上、冬キャンプの必需品とおすすめアイテム8選でした。これから冬キャンプを始めたいという方、動画を見て興味が湧いた方、ぜひお近くのアルペンアウトドアーズのプロキャンパーにご相談ください。それでは次の動画と店舗でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。